私は取手市議会総務文教常任委員会委員長の小堤治でございます。新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられました方に対し心からのお悔やみとご冥福をお祈り申し上げます。また現在感染されている方々の一刻も早いご回復をお祈りいたします。今まさに全世界に蔓延しつつある新型コロナウイルス感染症は日に日に悪化の一途をたどっている状況であり、取手市においてもその脅威を拭い去ることはできません。この見えないウイルスという敵に打ち勝つため、感染の危険と最前線で戦っている医療関係従事者の方々をはじめ、さまざまな分野で日々過酷な状況の中お仕事をされている方々に対し、感謝の気持ちを申し上げますとともに、応援のエールをお送りいたします。本当にありがとうございます。総務文教常任委員会としましても、小中学生の保護者の皆様は、毎日不安と心配な気持ちでお過ごしかと察します。私たち総務文教常任委員会も、取手市教育委員会と連絡を密にし、休校がさらに延期となる場合や、再開後の学校運営に対し、子どもたちを最優先に考えた方策をいろいろ検討しているところです。さらには、具合の悪い方と医療機関をつなぐ架け橋となる消防職員、団員の方々への配慮をはじめ、市内各地域や各町内会などに携わる方々からのご意見、ご要望に耳を傾けること、そして市民の皆様への情報提供や発信に関してスピード感を持って行政が広報対応できるよう報告、連絡、相談をさらに強固にしているところです。皆様の不安が解消され、一日も早く元の明るく楽しく元気よい生活に戻れるよう、私たち総務文教常任委員会はこれからも一生懸命頑張ってまいります。皆様どうか命を守ることを第一に頑張りましょう。根岸由美子です。学校がずっとお休みで皆さん退屈していることと思いますが、私から一つ提案があります。学校と家の往復とは違う今の生活をよく観察してみてください。いろんな仕事をしている大人が見えてくると思います。ぜひ試してみてくださいね。染谷和弘です。新入生の皆さん、みんなで力を合わせて新型コロナウイルスに打ち勝ち、学校に登校しましょう。吉田博史です。コロナにみんなで負けないぞ。結城茂です。今回私は後ろに映っている虹の壁画があります。取手が壁画プロジェクトで取手の街の中にいろいろな壁画を描いてきましたけれども、今回イギリスで、希望の象徴として虹の絵が非常に話題になっているということで、私はこのコロナに打ち勝つために取手のこの虹、取手の希望の象徴として、私の背景にさせていただきました。皆さん、取手には芸術の街で壁画があちこちにございます。芸術の力でこのコロナに希望を持って打ち勝っていきましょう。赤羽直一です。学校が休みになって友達とも会えない皆さん、もう少し頑張りましょう。今頑張ればきっとコロナ騒ぎは終わります。その日までもう少し我慢しましょう。明けない夜はありません。必ず朝は来ます。加藤美津子です。学校が長くお休みになって本当に友達に会いたい、そんな気持ちでいっぱいかと思います。それまで皆さん体に気をつけて過ごしてくださいね。また最後に消防職員の皆さんのご苦労を本当に
心から感謝いたします。これからも共に頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。総務文教常任副委員長の須田光雄です。皆さん、現在大変寂しく不安な時期をお過ごしかと思います。今皆さんが一致団結して辛抱すれば、必ず希望あふれる未来が訪れます。もう少しです。皆さん一致団結して頑張りましょう。